クリスチャン・コールマンはアメリカ合衆国の陸上競技選手、ジョージア州アトランタ出身、60メートル層世界記録保持者。100メートル層の自己ベストは世界歴代6位の9秒76。もともとは総幅跳びを専門種目としていた。2008年には AAU ジュニアオリンピックゲームズに総幅跳びと100メートル層で出場している。 初の世界選手権となった2017年世界陸上競技選手権大会男子100メートルではジャスティン・ガトリンには負けたものの9秒94をマークラストランとしていたウサイン・ボルトやその他5人に勝利し銀メダルを獲得した男子400メートルリレーではアンカーを務め37秒52で銀メダルを獲得した1月にクレムソンで行われた 室内競技60メートル走では、モーリス・グリーンが保持していた世界記録6秒39を塗り替える6秒37をマークするも、スターティングブロックの不備で世界記録としては公認されなかった。その後、2月の全米室内選手権では公認世界記録となる6秒34。3月の世界室内陸上競技選手権大会では6秒37をマークして優勝した。 現地時間8月31日にベルギーのブリュッセルで行われたダイヤモンドリーグに出場し世界歴代7位タイとなる9秒79で優勝したカタールのドーハで行われた2019年世界陸上競技選手権大会男子100メートルでは世界歴代6位となる9秒76をマークジャスティン・ガトリニアアアンドレ・ドグラスらに勝利して金メダルを獲得した 男子400メートルリレーでは1、走を務め、アメリカ新記録となる37秒10で、金メダルを獲得した。2020年6月17日、陸上競技の不正防止機関である、アスレチックス・インテグリティ・ユニットは、コールマンが居場所を明らかにするルールに複数回、違反して、ドーピング検査を回避し続けたことを理由に、暫定出場停止処分を科すと発表した。処分は、 最大2年間に及べオリンピックを含む大会への出場が不可能となった。カッコ内は風速、は追い風、対は向かい風、太字は自己ベスト。記録は当時。ありがとうございます。